まずは2段階認証やってみますか。ここでセッティングズの2ファクターオーセンティケーションで、今2段階認証は無効になってますよと。ポロニエックスは Google オーセンティケーター使ってるんだ。他のオーセンティケーター使えないのかね。自分ザイフの2段階認証とかって IIJ のやつ使ってんだよね。めんどくさいな。結局 Google オーセンティケーター必要っち話かい。2段階認証を使うために QR コードをスキャンしてくださいと。え？どういうこと？これをと書き留めるかプリントアウトして安全なところに置いといてくださいよと。そうするともしあなたの携帯がなくしたり落としたり盗まれたり初期化されちゃった場合でも初期化された場合、このキーが必要ですと。このキーであなたのアカウントに取り戻せますよっつってるね。何を取り戻すって言ってんだろうな。だって別に Google オーセンティケーターの方に失われてまずい情報なんて何もないよね。それが失われたところで再設定すればいいだけの話じゃん。まあいいや、とりあえずやってみますか。ということで、スマホの方でこれをインストールすると。で、インストール。はい、それでオープン。2段階認証プロセスで Google アカウントにログインするには必ず次の情報が必要になります。Google アカウントにログイン？いや、Google アカウントにログインじゃないんだけどな。Google アカウントにログインするときにもう2段階認証が強制的にオンになっちゃうっていう話なの？いやー、よろしくないな、それは。よくわかんないけど、開始してみますね。開始。でね、そうだよね。コードの入力を求められたら、このアプリからコードを取得できますよと。で、ログイン時にこのパソコンでのコード入力を省略できるように設定できますと。で、ダウン。ここでアカウントの追加ってなるんだ。はい。まあ、とりあえずバーコードスキャンだわな。バーコードスキャン。あ、もうこれで一発で完了するんだ。ほー。で、ここに6桁の数字が出てくるよと。これを入れるってことだね。これでもう、ポロニエックス用のアカウントが作られたということなんだね。で、そのコードをここに入れるということですね。まあ、ここに書いてある通り、その前にプリントしておいてくださいよと、これをね。ここでプリントできるんだ。おりゃ。はい、とりあえずプリントアウトしておいたので、バックアップしましたよってチェックして、で、enable to FA。あ、その前にここにコードを入れなきゃいけない。これで enable。はい、enabled になりました。2段階認証をオフにするには、パスワードと、あと、ここに Google オーセンティケーターで発行されたコードを入れてよと。それで、これで disable にすれば disable になるよということですね。で、withdraw verification emails が有効になりましたって？なんだそれ。ウィズドローするときに 2FA コードを聞かれるよって？ということになるので、めんどくさい場合はこれでディゼーブルにできるよっていう話か。まあいいや、とりあえずこのままにしとこう。で、次回のログオンからどうなるかっていうと、ここでサインインをするよね。だよね。入れてくださいと。じゃあ入れますよ。で、コンティニュー。あ、OKOKOK。これでログオンできるようになったのはいいんだが、これ毎回入れなきゃいけないの？サインインして。やっぱり毎回入れないとダメじゃん。これめんどくさいよ。あれ？残念ながらこれはいただけねえな。同じデバイスからログインするときには省略できるようにしてほしいよね。ちょっと使い勝手悪いかな。ということで、なんかアカウントのログオンにもなんか影響するみたいなことを言ってたので、Gmail にログオンしてみたんだけど、普通にログオンできますね。特別、2段階認証のコードを入れてくださいよみたいなことは言われないですね。やっぱこっちには影響しないんだよね。そうじゃなきゃ困りますよ。まあ、ということで、影響はないということでいいのかな？